谷中宗は、日本の政治家、元茨城県八千代町町、茨城県八千代町坪井生まれ、茨城県立下妻第一高等学校卒業。1983年3月、東京農業大学農学部卒業。同年4月、八千代町役場に入庁。秘書公室長、秘書課長、産業振興課長などを歴任。2017年7月、 副町長に就任。2018年9月、八千代町長の奥保司が次期町長選に出馬せず引退することを表明。合わせて、谷中を後継指名した。同年同月、副町長を辞職。2019年1月20日に行われた八千代町長選挙に立候補し、自由民主党推薦の元町議の水垣正宏。 元町議の高田俊明を破り初当選を果たした。2月9日、町長に就任。2020年7月20日、がんのため任期中に死去した。プロフィール八千代町、谷中里市講演会事務所、八千代町長が引退表明後継に副町長を指名。東京新聞。2019年3月21日閲覧。 八千代町長選挙2019年1月20日、投票、候補者一覧政治山、谷中八千代町長が、死去就任1年半、59歳子育て支援に、尽力。茨城新聞。https コロンスラッシュスラッシュ iPARAKINEWS.jp スラッシュニューススラッシュ newsdetail.php. 順イコール15兆9525億3452万83622020年7月22日、閲覧。ありがとうございます。